はい、こんにちは。心理学をもっと身近に、学術系コンサルティングのセカンダリー、幼いと申します。今回は就職、転職、就活指導のためのビジネストレンド、という動画シリーズの中の一本となります。この、動画のシリーズ一覧に関しましては、この動画の概要欄に URL を掲載しておきますので、関心を持ってくださる方は、ぜひそちらからチェックしてみてください。今回は、ナノカーボン、クリスパーキャス9、ファインバブル、iPS 細胞、についてですね、ご紹介をしていきたいと思います。その前に当社の説明をさせてください。当社セカンダリーは心理学をもっと身近にをコンセプトに心理学の学習支援研究支援を主事業としておりますが、心理学を学んで社会で活躍するものが増えることもコンセプトの実現に寄与するものと考え、就職活動、転職活動、就活指導への支援にも注力しております。はい、本日一つ目の、ビジネストレンド用語、ですけれども、セルロースナノファイバー、というものですけれども、こちらはですね、植物由来で鋼鉄の、5分の1の軽さで、かつ5倍の強度を持つ、低炭素社会の実現に、貢献できる素材、とされています。CNF と、略すことも、あるんですけれども、その強化樹脂はですね、自動車分野などでサステナブルな、つまり持続可能な、材料としてニーズが高まって、います。ガラス繊維よりも少量の添加で高い機能を発揮することに加え、軽量化が、強み、とされています。植物資源が原料となりますので、太陽と水と炭酸ガスがあれば無限に再生されるため、素材の低コスト化が将来的には可能である点も注目されていますが、現在はまだその経済的なコストや天然素材ゆえのばらつきが残された課題となっているようです。ただ、太さが髪の毛の2万分の1、以下なのに、引っ張りの強度は鋼鉄の5倍に達する、というふうにも言われていますし、杉などの樹木から作ることができて、いわゆる炭素繊維などとは異なって、こう石油などの化石燃料が必要ないという、まあ、エコな部分。ですよね。そして、ボールペンのインクとか紙おむつの消臭剤などにはすでに使われていて、近い将来自動車のタイヤなどにも幅広く利用されるというふうにも言われているわけですね。で、2030年頃には国内市場だけで1兆円市場になるという予測も、あったりするので、非常に魅力的な素材、技術、と言える、わけです。まあ、ボールペンのインクにっていうのは、その、ボールペンのインクに混ぜて、利用されているそうなんですけれども、こう書いてるときにペン先を滑りやすくさせるということですとか、あとはこうすぐに固化する、固まる、ため、インクが、詰まったり薄くなったり、しなくなるということらしいんですよね。そして、消臭、というのはですね、匂いの成分をこう吸着するらしいので、そういったことで消臭機能にも優れているため、紙おむつの素材として使われ始めている、との、こと、です。また、植物由来、なので食べれるんですかね。ソフトクリームの強度を高める、ことにも利用できるなどとされていまして、ソフトクリームに混ぜると外気温が上昇しても、形が、崩れにくくなるということらしいんですね。あ、すいませんね。すでに実用化されてますね。タゴの月、静岡県富士市のお菓子メーカー、というふうにご紹介して間違いはないんですかね。タゴの、月の、どら焼きに、セルロースナノファイバー、使われているようで、これまでにないふわっとしっとりを、実現し、同時に日持ちも従来品に比べ伸びたというような、紹介が、なされています。ということで、様々な可能性を秘めているわけです。コストに関しては、まあ、ちょっと議論がある、と言った方が
性格なのかもしれませんね。高く見る人もいれば低く見る人もいるといった感じだと思います。各立場によって、まあ、応用の仕方、各産業での利用の仕方によって、コストは変わってくるという、コストに対する見方は変わってくるということなんだと、私は今のところ理解しています。続いて、ナノカーボンです。ナノカーボンとは、ナノサイズの非常に小さい、炭素、のことを指していまして、ダイヤモンド、グラフェン、カーボンナノチューブ、フラーレンなど、様々な、種類があります。中でも、カーボンナノチューブ、CNT っていうふうに略すことも多いんですけれども、カーボンナノチューブは、炭素の六角形の並び方の違いで、金属、半導体的な、性質を持つとのことで、半導体的 CNT を利用した、薄膜、薄い膜ですね、薄膜トランジスタはエレクトロニクス領域での、応用が期待されています。はい、次にですね、クリスパーキャス9ですけれども、こちらはですね、 DNA の二本鎖切断を原理とする遺伝子改変ツールです。ゲノム編集ツールの中でも世界中の研究室で使われているとも言われていまして、クリスパーキャス9を活用することで遺伝子研究はこれまで以上に加速しているとされています。ゲノム編集ツールの中でも、簡便で安価という特徴があるというふうに紹介されることも多いですね。そして、2020年のノーベル化学賞も、受賞して、います、バイオテクノロジーの世界で、最大の発明と称されることもありますね。続いて、ファインバブル、ですけれども、ファインバブルというのはですね、流径が、100マイクロメートル未満の気泡、なんですけれども、その気泡を含むファインバブル水は、水質浄化機能ですとか、洗浄、機能など、通常の水では得られない特徴的な性質を有しています。この性質を利用することで、トイレや医療品、農作物の、洗浄水量の削減ですとか、海洋水質の浄化、ですとか、ものづくり工程における油分の洗浄効率向上など、環境保全等の、効果が、期待できるため、農業、漁業、環境などの、多くの分野でファインバブルの利用が広がってきています。ファインバブルの応用技術、についてはですね、いわゆる SDGs の、17の、目標のいずれかに合致するものが多くてですね、SDGs の、達成に有効な技術であると、期待がされています。はい、そして iPS、細胞ですけれども、こちらはですね、今回取り上げた用語の中では一番知名度がありますかね、聞いたことぐらいはあるという方が多いとは思うんですけれども、インデュースドプルリポテントステムセルですかね、の略で、iPS、細胞、なんですけれども、細胞を培養して人工的に作られた多能性の、幹細胞のことですね、iPS 細胞を使った再生医療の、実用化が、期待されています。 iPS 細胞の I が小文字なのは、当時世界的に大流行していたアップル社の携帯音楽プレイヤーである iPod ですね、懐かしいですね、のそういった iPod や iPhone などですね、のようにですね、普及してほしいとの願いが込められているというふうに私は聞いているんですけれども、真偽のほどは定かではありません。本当なんですかね。気になる方はご自身で調べてみてください。はい、ということで今回、ご紹介した、ビジネストレンド、用語、のですね、理解度チェックいってみましょう。2問今日は、ご用意しています。まず1問目、クエスチョン1ですけれども、クリスパーキャス9の説明として適切な項目を1つ選べというものです。選択肢1、セルロースナノファイバーの作成ツールである。選択肢2、ナノカーボンの作成ツールである。選択肢3、多能性幹細胞の別称である。選択肢4、遺伝子改変ツールである。いかがでしょうか。簡単ですよね。あと10秒だけ、10秒だけ時間を取ります。
はい、それでは2問目いきましょう。今回は2問目もちょっと簡単なんですよね。クエスチョン2、ファインバブルと関連が相対的に低い号を1つ選べ。相対的なんてわざわざ入れなくても、多子選択問題は相対的に正解や不正解を選ぶものなわけですけれども、選択肢1が SDGs、2が、気泡、3がトイレ、4、永続的な好景気、というものです。各用語の、説明をすっ飛ばしていきなり問題を、解こうとしている方の中には全然わからないという方もいらっしゃるかもしれません。そういう方はですね、各用語の解説を見てからもう一回、チャレンジして、いただきたいです。その方があなたのために、なります。いかがでしょうか？あと10秒だけ時間を取ります。はい、それでは、今回はここまでにいたします。この、就職転職就活指導のためのビジネストレンド、という動画シリーズはこの動画の、概要欄に URL を掲載しておきます。ご関心のある方はぜひチェックしてみてください。心理学をもっと身近に学術系コンサルティングのセカンダリー長内がお送りしました。ご視聴ありがとうございました。